じゃあ、オッケーベルちゃん。みんないまーし。オッケー。そう、長崎県の、ピッチ系の、レギサーです。と、エミリーです。よろしくお願いします。2年間前は、やっぱり、お家族中と、みんなと一緒に、まあ、ジェットプログラムで ART と、としての仕事をして、もう、みんなが長崎県に今住んでいます。オバマは近いけど、今の家は、南串山です。南串が学校の名前ですけど。で、こちらが、エース君でーす。ちょっともう、晩ご飯中だけど。ご飯。いいご飯ね。おいしい？おいしいって。じゃあ、今はベルちゃんが、新しい保育園になりましたので、すいません、保育園ではありませんよね。幼稚園。幼稚園だよね。じゃあ、幼稚園のことをちょっと教えて。幼稚園に行った後、ベルちゃん、いやいや、もう入ってないから、入って。OK。でも、教えて。ああ、じゃあ、帽子、持ってきて。違う、帽子じゃなくて。カバン？カバン持ってきて。そうですよね。幼稚園でも、保育園でも、日本がすごい荷物が。荷物と制服が。幼稚園の時、こんなバッグを、こう、からって、幼稚園で行く。そうですよね。で、あとは、もう制服もありますよね。うん、で、ベルちゃんが年中だよね。年中で次は年長になって、年長が1年生、小学校1年生に卒業します。で、このパックと一緒に何を着る？入って。ビデオ入ってないよ。入って。じゃあ、どういうことを着るんですか？どういうもの？分からん。開くの？OK、じゃあ、制服はそっちの中に。あ、持ってきて。うん。そっち。いや、もうそっちって。そっち。そっち。製造機の近く。そう。あ、気をつけてよ。そう、今日もう家はまだあちこちなんだから、まだ清掃しないと。はい、掃除。あ、ありがとうね。そう、これが、保育園。すみません。保育園だったけど、今は、幼稚園。幼稚園に行ってます。小さき花ね。そう、これが、ベリちゃんの制服です。これがもう、外のジャケットなんですけど、今10月なんだから、やっぱり、もう着る必要になるんですよね。これと、エース君が汚れないから大丈夫。持ってきて。はい、で寒い喧嘩これ着たい。寒い喧嘩。長崎弁が強いですよね、こっちで。で、こっちも着ますので、やっぱりベリちゃん。ジャケットでしょ。ジャケット、これはワイシャツかな。ワイシャツワイシャツワイシャツ。ワイシャツ。なんていうのこれ。これ、制服かな。制服でいいかな。オッケー、はい、これ持ってて。お、はい、エース君まだでーす。オッケー、はい、持ってきて。持ってて、はい。ベイちゃんが私より日本語上手だからごめんなさい。そうですね。これ、これは何のため？わかんない。はい。蹴ってる。もうこれ、靴？じゃないかな。そう、これがやっぱり。もう筆とかいろいろ入りますので、これがもう小学校じゃなく、保育園か幼稚園に持ってきます。多分ね、いろいろの荷物か。で、これも、はい、じゃあ、両方です。で、毎日やっぱり手書きっていうか、メモの本を、母さんたちが返事して、先生から あのメモとか何かあれば、連絡があれば、それで、わかります。これが、食べるとき？うん。
食べるときですね。食べる、なんか昼休みぐらいになって食べる時間にこれをします。違うスモック、スモックか、スモック。違うよ。どうやって使うの？これ。ああ。どうやって使うんですかって。エース君大丈夫だから。どうやって使う？わかんない。そう、2日間しか行ってないからね。まだわかりませんよね。ご飯食べる。あ、これがご飯。ご飯の時に使います。そうですね。これがもうみんなもう制服が汚れないように着てます。違うよ。洋服、体操服が汚れないように。そう。じゃあ、体操服を持ってきて。うん、体操服。体操服。もう体育の時間とか、運動会がもうすぐ来るから、今年は、ベイちゃんがもう2つの学校。ああ、もう、電気。そうですね、エース君が保育園児で、ベリちゃんが幼稚園なので、幼稚園の方が、運動会がちょっとずれてるから、10月ですね。保育園の方が、6月だったんですよね。ママ、見つかれん。まあ大丈夫だった。じゃあ、大丈夫。洗濯なんだからね。オッケー、そう、大丈夫。ドライヤーに入ってるから。明日も休み、ママ。そう、明日日曜日だからね。そう、日曜日だったら行きましょう。行きませんですよね、ベイ君が。2日間しか行ってないけど、保育園が大丈夫そうです。でも彼がもう眠いからね。眠いで食べたいみたい。あ、パパが来たよー。パパー、はい、ね、待って、You can't say that stuff right now. Hang on, I'm recording. Okay, so, 次は保育園じゃなく、幼稚園の運動会なんですので、みんなのビデオを持ってきます。アップロードをします。で、まだね。そう。今はバイバーイ。またねー。バイバーイ。バイバーイ。